こんにちは、いくこさん。今日2本目の動画になりますけども、この目のね、充血とか疲れにいいケアの方法ね。まあ何かと現代人は近くでこうやって画面を見たりね、ブルーライト浴びたりとか、あと蛍光灯とか LED の光にさらされてます。いわゆる人工灯にこの目がやっぱりね、慣れてないんでしょうね。きっと、まあ、江戸時代とかね、昔の人って、その目の病気って、まあ例えば物笑いとかあったと思いますけども、でもちょっと霞目でどうこうとかね、ちょっとメガネが必要だよってことはあんまりなかったと思うんですよ。まあそもそもメガネとか当時なかったんじゃないかなと思いますしね。でもその中でもきちんと見えて、そして目の疲れにあまり苛まれなかったのは、おそらくね、自然の光、要するに田んぼの緑とか山々の青さとかね、それから柔らかい青空やで空気も汚れてなかったのかもしれませんね。私たちは今、裸眼でその辺歩くとすぐに、まあ車や工場の排気ガスに触れるんじゃないかなと思いますし、あとアスファルトが張り巡らされていたりとかね、コンクリートブロックが周囲を覆っていたりとかして、そこからの照り返しっていうのは実はね、ものすごく良くないというふうなことを聞いたこともあります。どういうことかっていうと、太陽の光が来ている。照り返しの光が来ている。二重の光が目に入ってきて、これが負担なんだということらしいんですよ。で、私はね、まあ実はね、まあファッションも一部あるんですけども、10代の頃からサングラスをかけるんですよね。もちろん皆さんのところに会いに行くときには、サングラスをかけることはないんですけども、普段、だいたいサングラスをね、なんか何種類か持っていて、必ずかけるようにしてるんですよ。まあこれは私のもう習慣でもあるんですけども、でもやっぱりね、私目がいいんですよ。かなりいいんですよ。未だに 2.0 なんですけども、目がね、ある意味で良すぎるんだろうなと思いますけども、夜運転してても光がすごく入ってきたりとかね、日中もね、ものすごくね、光がね、注いできて、もうありがたいんですけども、明るすぎるぐらいなんですよね。で、目が疲れるってことはおかげさまでね、田舎暮らしなんでないんですけども、でも、街中にいた時はね、やっぱり小さな箱の中で反射光に囲まれておりましたんでね、光の量は少なかったかもしれませんけども、私の目にはね、あまり合わない光を浴びていたのかなと思います。もしかしたらね、食べ物とか、生活環境にもよるのかもしれませんけども、でも今回みたいな目のケア方法をね、聞くことによって、ちょっとやってみようかなって思うのは思いますね。いくこさんのそういったちょっとした体のケアの方法とかね、心のケアの方法ってのが、これから多くの人を癒していくのかなと思ったらね、もう私までちょっと嬉しくなっちゃうなと思いまして、この動画にさせてもらいました。そしていくこさんね、やっぱ可愛いですね。すごく可愛いですね。もう本当にね、すごい素敵ですね。いくこさんの動画見れるなんて本当に、幸せだと思います。私もちょっとかっこよくなりたいなと、50を前にして思うわけなんですけどね。アイドルいくこさん、これからも元気で、心と体の土台作りで頑張ってください。じゃあ、楽しんでいきましょう。いってらっしゃい。